美南協定事業組合46周年記念競争初日12レース1号艇の江口昭雄選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小島は19年10月ブス島選手が優勝された SG ダービー以来と久々になりました。今回は2連対率が 26% のエンジンなんですが、前傾乗った感じとしてはいかがでしたか？そうですね、前傾乗った感じはそんな下がることもなく、また出ていくこともなかったので、はい、普通の状態だったと思います。はい、プロペラはもらったままの状態で、いや、叩いていきました。トックの前にプロペラは叩かれて、はい、はい、まだ主要4節ということでエンジン評価はどうかなというところなんですが、今節から新ボートということなんですが、これは何か影響あるんですか？多分あると思うんですけど、今のところ自分でわからないです。はい、小島は久々ですしね。はい、はい、ではまず下がらなかったというところから、ご自分のプロペラの形にしっかり叩くと。そうですね、近距離リズムそんなに悪くないので、はい、その形にとりあえず叩いて乗って、はい、そこから微調整です。はい、今季は来始めフライングがありましたが、年末年始のフライング休み明けから3場所連続優勝で前走玉川では優勝と、はい、確かにリズムはいいですね。そうですね、はい、では今回もご自身のスタイルで一節間戦っていただきたいと思います。一節間にかける意気込みをお願いします。はい、一節間最終日最終レースまで精一杯走ります。ご声援のほどよろしくお願いします。